はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではお集まりいただいたファンの方に一言ずついただきたいと思います。赤山選手からではお願いします。皆さんこんにちは、東京支部3693加山優子です。今日よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、こんにちは、東京支部の平田さやかです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでございまして、はい、お二人を招いて、お時間の限り投稿していきたいなと思います。はい、ではお座りください。お願いします。はい、さあ、ということでございまして、まあ、最初ですからちょっとお伺いしたいことがありまして、はい、うん、加山選手も平田選手もこう人前でトークするのはどうでしょう。そうですね、得意でしょうか、苦手でしょうか。はい、加山選手は苦手です。苦手ですか。苦手、はい。平田選手は、あんまり、面白いことは言えないです、ね、別に面白いこと言う人はじゃない、大丈夫ですもうそれは上園さんが全部やってる。上園さんが全部やってる。上園さんちゃんと座ってください。何こうペコンってすいません、足が短くて、足が短くてまあね、やっぱ、はい、選手なんでね、はい、別にトークがやっぱ苦手な方も多いんで、はい、そこはもうね、喋りづらいことがあったら全然喋らなくても構いません、ね、構いませんので、はい、全然大丈夫です、はい、まあ、ゆっくりね話していきたいなと思います、はい、さあ、ということでもうね、12月もうクリスマス前で後半しわす、はい、まあ、お二人に聞きたいのは今年1年振り返って、はい、どんな年だったのかなというのをちょっとお聞きしたいなと。2016年振り返って、そうですね、加山選手からは。そうですね、今年1年はですね、まあ、仕事の面においても、まあ、事故なく怪我することなく、はい、充実した、まあ、仕事というか、はい、1年を通して、まあ、調子もちょっと良かったですし、プライベートもまあちょっと趣味はちょっとマラソンなんですけど、まあ、あんまりちょっと走ることはできなかったですけど、はい、仕事が充実してたので、はい、今年は良かったなと。いい年だった、はい、いい年だった、ね、はい、結果的には、はい、いいですね。じゃあ選手は、まあ、個人的に厄年なんですけど、まあまあ、その割には、ね、なんか今年は良かったんじゃないかなと思ってます。それ、まあ、翻訳ですか。あ、なんか翻訳らしいんですけど、あんまり興味なくて、まあ、人から聞いて、今年厄年なんだよって言われて、あ、それもね、ってなったんですけど、あんまり気にしない方はね、そういうことですからね、はい、うん、で1年を通して役を関係なくこうレースをしっかりできて、うん、そうですね、まあ、まあ、怪我とかがなかったのが、それがやっぱり一番選手とっては、まあね、病気もしなかったんで、あ、なるほど、それが一番良かったと思います、まあね、お二人とも東京ということで平和島なんでね、はい、やっぱり水面のことについて、お聞きしたいなと思っておりますので、はい、平和島の水面はどういう感じでしょうか。加山選手から印象はというか、はい、印象はですね、ね、1マークがねちょっと狭い感じがして、うん、はいはいはい、あんまりインが効かなくて、まあ、外でも十分レースっていうか戦えるような水面で、まあ、看板さんもちょっとあるので、はい、スタートはちょっと難しいかなっていう印象ですね、はい、感じありますね、はい、あなたなら大丈夫と。ありがとうございます。加山選手ならどこでも大丈夫と1でも6でもいいと、ありがとうございます。喋ってるよお父さん私今また先輩ありがとうございます。平田選手は、うん、まあ、大体同じというか思ってること言われちゃったかったんですけど、まあ、あとそうですね、冬は結構向かい風でセンターコースも結構チャンスはあるかなみたいなイメージもありますね。相性的にはどうなんでしょうか。自分の、まあ、個人的には好きなレース場です。好きな、はい、加山選手は。私はどちらかというと海水よりも硬い水面の淡水、うん、まあ、多摩川とかですね、はい、そちらの方が好きですね。はい、やっぱあるんですね。例えば平和島の水面はもちろん地元ですからその好きだとは思うんですけれども、はい、他の20残りの3条で得意な条とか、いいですね、得意な好きな条とかはありますかね。強いて言うのはやっぱないですけど、やっぱり地元で一番練習で慣れた多摩川がやっぱり一番、多摩川が走りやすい、はい、平田選手は、うん、私もそうですね、多摩川が慣れてるというか景色とかも覚えてるので、うん、うん、るスタートする時の景色とかも、ね、大体分かってるやすい。多摩川のボートレース場は、まあ、ファン心理も皆さんもそうでしょうけれども、やっぱ締め切り5分前のちょっと音がうるさくてちょっと焦りますよね気持ちはね。ブーって音が他の場以上に音が大きいので、うん、心臓がドキッとしますよね。いつまで経っても慣れないやつ。慣れない、玉が行くと気抜いてるとドキッとするやつですね。まだ大丈夫、はい、プーッ、あーもうみたいな気持ちになりますよね。あれはどのジョーニーもね、その音はね、個性はあると思いますけど、個性がありますけど、はい、平和島もちろん話戻りますけども、1コースから6コースどっかでもチャンスあるって言いましたけども、はい、好きなコースありますか、平和島のコースの中で。そうですね、私は3コースと5コースが好きです。3と5、あ、
やっぱ3の茅場選手はちょっと魅力があるというのファンの方がやはり。平瀬選手はプラチナコースとかないですかね。プラチナコースないですか。ないですね。プラチナコースないですね。VIP コースはみんなそこも行きたいですよね、うん、まあでもやっぱりインコースの方がいいかなと思いますけど、ね、そうですか。だから勝手なはファンの心理からすると平田選手の6コースとかはすごくこう買いたくなってしまうというか、こう外にいればいるほどなんかすごくこう買いたくなる選手なんだなって勝手に僕らは思うんですけれども、外の時はうちの時はもちろんなんですけども、外にいても全然1着を取れる選手というか、なんか今季たまたま6コースから2勝できていて、まあ結構スタートいけてたのもあるんですけど、ちょっと先日フライングしてしまいまして、あんまり無理はできないかなという感じなので一瞬ねちょっと考えます、まあ、なるほどね、まあ、そこは先進にもあるということですね、はいはいはい、どうなんでしょうか、プライベートなこともね、ちょっとは ね聞きたいんで、うん、やはりそのプライベート休日はこんな感じで過ごしてますみたいなのがあれ、まあ、茅場選手は趣味がマラソンだと言いましたけれども、ね、はい、今、まあ、休みがあればどこら辺走ったりするんですか。それこそ皇居なんてね今走ってる方多いですけども、はい、ああいうところとか。でも私栃木なので、はい、わざわざ東京にまで出てきて走るそうですことはないので、ね、東京まで走ってくることもないですしね、ないので、はいはい、まあ地元を走ってるぐらいなんですけど、あとロードバイクも持ってるんですけど、はいはい、最近はそんなに乗ってないですけど、昔はまあ平田とよくまあ、自転車でも行ったり、自転車でもサイクリングしたり、はい、あ、日光いろは坂を登ったこともありますし、それサイクリングって言わないですよ多分サイクリングっていうのはなんかもうね超速いんですよ、でしょうね、見えなくなっちゃって、ないですもん多分、先行ってくださいみたいな、選手はついていけないですもん、ついていけなかったです、そうでしょうね、速いんですか、山選手が。いや、そんなことないです。この間、まあ、もう 7,8 年も前ですけど、はい、まあ、自宅の栃木から蒲田まで自転車、ロードバイクで、まあ、行って帰ってきて、ご飯食べて、同期がたまたま平和島走るので、はい、じゃあご飯食べようかってなって、あ、じゃあ自転車で行くねって栃木からびっくりしたでしょうね、同期の方もね、そうですよね、そうですね、で、まあ、泊まろうと思ったんですけど、はい、意外に元気だったんで、じゃあ帰りも、はい、じゃあ帰りますって言って帰って、まあ、夜遅くになりましたけど、すごい、自転車で栃木から蒲田まで大体何時間ぐらい、いや、往復200キロぐらい、200キロだよね、片道100キロで、あ、片道100キロ何時間ぐらい来るんですか。ゆっくり行って、何時間ですかね、5、6時間ですかね、5、6時間で来ちゃう、100キロ多分5時間、5時間、うん、5時間から5時間で、じゃ1時間20キロぐらい走ってるってことですもんね。そうですね、そういうことか、すごい、まあ、すごいすごいですけどね、まあ、昔の話です、昔は、今は、まあまあまあね、今はちょっと、ちょっと平田選手はお休みの日とかは何を、趣味というか、いや、まあ、趣味まではいかないんですけど、最近ちょっと自分の体のことを考えるようになりまして、はい、あのクッキングを始めたんです。あ、クッキング山選手笑うんすか。クッキングしたっていいでしょ別に。だっていつも葉っぱしか食べないの。葉っぱ。サラダしか食べない人なのに。葉っぱって言わないでくださいサラダのこと。葉っぱって言ったらこれリースじゃない。葉っぱしか食べるの見てないのに。リースじゃないんですから平田選手。何作るんですか。あ、料理ね。あ、まあ、でも野菜メインなんですけど、はい、ちゃんと肉とかもうちょっと栄養を考えて。あ、しっかり自炊されて。自炊を。もう本当最近なんですけど大事ですよね、うん、プロである以上は、はい、その、まあ、上園さんもいらっしゃいますが歌手なんで、はい、はい、お二人はカラオケとかもし行って、うん、歌う曲とかはあるんですか、うん、なんかこれよく歌うなみたいな。カラオケは行かれます。めったに行かないです。年に1回行くか行かないかぐらいですけど、はい、行ったとしたらこれ歌うかなっていう、だとしたらまあ年代的に私、まあ、皆さん知らないと思いますけどリンドバーグとか。リンドバーグね、皆さん知ってるかな、はい、知らないですよね。リンドバーグ ね、渡瀬真紀さんね、うん、有名ですよね。今すぐキスミーとか ねありますから、はい、平田選手は結構何でも歌うんですけど、はい、なんか面白い曲と か、うん、なんか焼肉の歌とか。あ、あCM ソング的なね、そういうそっちの歌詞、そういう誰が歌ってんだっていうような、絶対誰とも被んないようなのを歌ってます。なるほど。でそういうのはでも東京支部の例えばこう メンバーで集まった時のこう忘年会とか、例えば新年会とか、はいはい、お誕生日会とかでなんかあるんですか、そういうカラオケ大会みたいな。まあ大会じゃないですけど、はい、結構まあみんなで打ち上げをして、はい、まあ、1軒目ご飯食べて2軒目カラオケ行こうとか、はい、そういうことはあるんで。おちゃらける選手とかいらっしゃるんですか、その場で必ずなんか若い選手とかで。ああ、でもあんまりそこまではいないかもしれないですね。やっぱ東京のやっぱ人たちは、はい、関西のやっぱ若い女の子に比べると、上園さん的にこのやっぱ
歌い手さんなので、はい、発声練習的なものこうやったら声よく出ますよみたいなのがあればね、またカラオケ前にちょっと平田選手とかに。そうですね、さっきの、レースの最後のプルルルっていうパワーですね、かなり発声練習になります。あ、そうなんですか。はい、俺できない。プルルルで、あ、できない、難しいですね。あれ結構やるのに、はい、この口がちゃんと柔らかくなってないとできないんですよ。あ、ちょっとやってもらっていいですか。プルル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 ルうまい、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 ありがとうございます。卵の締め切り、お、卵あるの鳥飛んでませんよ、ここら。すごい、うまいですね、うまい。これはじゃあいいんですね。あ、じゃあ特技、特技、料理と締め切り5分前いいですか。はい、今日から特技にします。今日から特技で、あの選手紹介の時とかね、はい、そうですね、卵でなんか記念ある時に出てくる時に、ね、締め切り、どうもってやってもらえればいいと思いますけど、ね、そう、笑いが取れると思いますけど。あ、ありがとうございます。いいことですね、いいことですね。ちょっとプライベートなこと聞きすぎて、はい、戻りまして、はい、もうすぐですけれども、はい、クイーンズクライマックスシリーズ戦に向けて、はい、お二人に、聞いていきたいなと思います、はいますけれども、はい、いかがでしょうか。クイーンズクライマックスがもう来週の月曜日からですか、はい、始まります、シリーズ戦が。そうですね、はい、まあ、地元なので、はい、まあ、今日はちょっともう一人ちぐささんがちょっといないんですけど、はいはい、東京3人で少ないですけど、まあ、地元なので、地元の水面一番知り尽くしてる水面なので、うん、私たち3人で少ないですが一生懸命頑張って盛り上げたいと思います。お願いします、はい、お願いします。平田選手は、はい、まあ、1年の締めくくりなので、まあ、マイレースマイレース頑張ろうっていう気持ちあるんですけど、はい、特にもう今年最後の締めだと思って、はい、いいレースができたらいいなと思っているの で、ね、応援よろしくお願いしま す、 しします。ちなみに平田選手はシリーズ戦の初日ドリーム4号艇で入っていらっしゃいますけれども、はい、どうでしょうか、そこに対しての意気込み。いや、もうちょっとできすぎくんですね。できすぎくん考えられないですね、本当に。ちょっとなんで自 分、 ドリームの自分でいいのかなっていう感じで。いやいや、いいんですよ、16位ということでね、うん、エンジンとかどうでしょう、その抽選運みたいな、はい、今年は平和島70号機が、ね、今すごくいいって言われてるエンジンがあるんですけれども、そのエンジンの引ける、まあ、この抽選、この1年間通しての運はどうでした。抽選運はそんなないと思いますね。あの絵付きをあんまり引いたことがそんなないですし、うんうん、最近もそんなに勝率のいいエンジンは引いてないんですけど、そこそこエンジンとお友達になれて、ええ、そこそこな結果を出せてると思うので、はい、エンジンは関係なく、はい、関係なく結果出すと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。平田選手は抽選運みたいのは、うん、あんまり運は良くないんですけど、まあ、この後宝くじ買いに行こうと思ってるんですけど運良くないって言ってるの引き寄せるんですよ、ね、それでね、うん、引き寄せていこうと、うん、まあ自分に合ってエンジンが引けたらいいかなと思います、うん、なるほどね、自分の、ね、はい、相性もありますもんね、はい、エンジンとはね、まあ、4コースですからね、はい、ドリームはもうしっかりスタートいって、はい、まあ、まくってもらったらもうファンの方たちはわーっとね、情報は湧くと思いますんで、もう皆さんが情報で多分そうね、いい、そうですね、行くと思いますんでね、ぜひとも頑張っていただきたいと思います、はい、まあ、はい、お時間になってしまいましたので、はい、では最後に一言ずついただいて、はい、終わりたいと思いますので、はい、ではもう一度会話選手からお願いします。すいません、はい、クライマックスシリーズで、今年1年最後の締めくくりとして、地元レースで開催されるということで、一生懸命最後まで諦めずに走りたいと思いますので、最終日最終レースまで応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。平田選手、はい、今日もあの本庄が開催してないにもかかわらずこんなにたくさん集まっていただいて、まあ、年末いろいろ忙しい方もいると思うんですけど、ぜひまたレース場に足を運んでいただいて生で応援していただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは会話優子選手、平田選手が、退場いたします。皆さん盛大拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。平田沙耶香選手でした。ありがとうございました。